ヤッホー、嫁です。お久しぶりです。実は最近一日だけ次は私が家出をしてました。で、そう、家出してる時に旦那みたいに動画撮ろうかなって思ったんだけど、まあなんか動画撮るメンタルでもないし、まあなんて言うんだろう、もうちょっとリフレッシュっていうか、なんで出てったかっていうと、その前日に友達と、超久しぶりに会う友達と飲みに行ってたわけで、昼の2時から飲みに行って、で夜9時過ぎに帰ってきたんだけど、まあ、それもなんで昼から行って夜に帰ってきたって、普通昼だったら飲みに行かないじゃんって思う人もいると思うんだけど、保育園に行ってるから、うちの子で、その日は私もバイトとかもなく、自分の家でやらなきゃいけない仕事とかもなく、まあ家のね、家事とかはやることだけやって、出かけて、保育園も6時半とかまで預かってくれるから、そうなると旦那と子供たちがお留守番する時間が短くなるじゃん、できる限り。だからちょっとお友達と遊びに行こうかなっていうので、で、まあこのまま、まだ確実に決まったのか、よくわかんないんだけど、8月出たいって言ってて、8月試合に出るんだったら、まあちょっとしばらく友達と会ったりとか、もう保育園も、まあ小学校もそろそろ夏休みになっちゃうから、もう完全に子供たちもね、遊びに行かせないのね、うちは、試合前は。完全に3人だけの生活で、3人でできること、遊べること、公園行ったりとかっていうような生活にもなっちゃうから、そうなるとやっぱ花も、もちろん母親なんだけど、ちょっとどっかで息抜きして、その息抜きを貯めとかないと、頑張れなかったりとかするわけよ、別に。旦那とさ、結婚してボクサーの嫁なんだから、そんなしょうがなくねっていう感じなんだけど、やっぱりね、まだちょっと友達と会ったりとかしてリフレッシュしたいなっていうのがどうしてもあるから、まあ行かせてもらったわけで、そのこの間さ、泥酔の動画を載せられてから、やっぱりいろんな言葉を言われて、ちょっと飲み方っていうかを気をつけるようにはしてて、自分の中ではそんなにすごいベロベロで、まあもちろんお酒は飲んでるからほろ酔いみたいな感じで帰ったんだよね。したら、まあなんか帰ってる途中に、なんか YouTube ライブをしてたわけよ、旦那が。で、まあ、見てくれてるのは、でご飯もあげてくれたし、で見てくれてることに対してはすごい感謝してるんだけど、YouTube ライブしてたらさ、まあ自分もね、YouTube ライブ子供がいる時にするんだけど、わかるんだけど、それも。そんなに、なんて言うんだろう。なんか俺、子供見ただろみたいな感じのテンションで来たから、帰ってきてから。いや、でも YouTube ライブしてたよねって。で、実質、じゃあその YouTube ライブしてる時は、まあ息子が見たりだとか、一緒にやったりだとかしてるのかもしれないけど、実質、こうなんだろう。向き合ってる時間で多分30分ぐらいしかなかったでしょって、花帰ってきたの9時過ぎだったから、6時半に帰ってきて、で7時ぐらいから多分 YouTube ライブしてて、で終わったの9時ぐらいでしょ。いや、実質ほんとまじ30分ぐらいじゃねみたいな。でご飯も作ってったじゃんっていうのを言ったの。そしたら、いやお前昨日の残り物だろって言われたから、確かにおかずは残り物も出したわけ。まあスープと米炊いただけで出てっちゃって、でも残り物が結構残ってて、これどうするのって。でたっちゃんの分だけは置いてたんだけど、たっちゃんの分も旦那が昼に食っちゃったから、でどうするのって言ったら、いや俺が適当になんかするからいいよって言われたから、花はそのまま出てったんだけど、なんかそれがダメだったらしくて、でなんかお前大したこともしてねえのにふざけんじゃねえみたいなことを言われて、でもお酒も入ってるからあんまり言い返しても良くないじゃん。花も多分お酒飲んでる時っていうのは口調も良くないだろうし、だからもういいやって思って寝たわけ。したら朝起きてからも、なんかお前今から出てきよって言われて、で、出て、なんでそこ出ていくまでじゃねえだろって思ったから、え、なんでみたいな感じで言ったら、いや出てけみたいな。で、出て行って6時までに帰ってこいって言われて、夕方のね。で、はってなんじゃん。なんで出て、朝からさ、娘保育園次の日も送ってさ、朝からさ、
なんで保育園とか洗濯物とか掃除とかね、で前の日のお皿とかもちろん洗ってないんだから、洗ったりとかしてその後出てけとか言われてさ、でなんでって感じじゃん。で6時には帰ってこいとか、なんで家出させられて、家で追い出されて、じゃあ家出気分になってリミット決まってんのってなんじゃん。だから普通に出てったわけで、それでなんかちょっとなんだろうな、花だってダメなところはたくさんあるけど、家のこと、家事とか育児とかは結構本当に誰かに何か言われる筋合いないレベルでちゃんとやってるわけ。食事とかもこんな感じだけどね、食事、旦那の体のこととか、まあ、たっちゃんも格闘技やってるからたっちゃんのご飯とかで、もちろん娘はさ、大人と同じものが全部食べれるわけでもないから、もう全員にそれぞれ違うものを作るみたいな感じは、まあ、ほぼ旦那とたっちゃんは一緒だけど、でもやっぱ気を使うわけ、それぞれの年齢に合わせて。でそういうこととかもしてるし、なんだろう、まあ、これさ、自分で自分のこと言ってんのよってキモいかもしれないけど、もう自分で自分を褒めないとやっていけないレベルまで来てるから。でさ、残り物出しません、出てきませんか、みんなの家余ったら出すだろ、捨てねえだろ、普通にもったいないんだからさ、食費だってかかってるし。それでぐちぐち言われてもってか思って、でまあちょっとさ、花がいなくて、で結局花がいないと練習にも行けないし、仕事もね、夜の仕事があったらいけないわけじゃん。まあ、お金を稼いで来てくれてることとかはすごいありがたいとは思ってるけど、ボクシングは応援してるよ、もちろん応援してるんだけど、頭下げてお願いはしてないというか、花は好きだよ、ボクシングして試合して頑張ってる旦那は好きなんだけど、お願いします、ボクサーでいてくださいとかは言ってないから花。いや、自分の夢、やりたいことに対して家族も一緒に応援してるようなあれで、なんかしてもらって当たり前でいすぎて欲しくないなって思ったから、じゃあなんか自分一人でどこまでできるかやってみればっていうのでも出てけって言われたから、まあ出てってみたんだけど、まあ結局行くとこないからさ、実家行って、そしたら実家で子供連れてきて、仕事と練習行ってる間は結局子供見て、でまた子供を迎えに来て夜帰ってたんだけど、まあ次の日も練習がね、もちろんあるから、練習に行くってなる前には家に帰ってきたんだけど、でさ、一緒にいないとなんかもういいよ、 またね、またいつものあのこうお箱なんだけど、離婚でみたいな LINE が来るわけ。でもすぐに離婚なんて決めれませんって花は返事するのね。で家帰ってくるんじゃん、家帰ってきたら、ハチごめんねって言ってくるの。もう謎じゃん、なんかさ、ここまでさ、旦那がさ、もう旦那の愚痴になっちゃうっていうか、メンヘラすぎないって思って、これ格闘家の人あるあるなのかな。格闘家ってまあいつもさ、気を張んなきゃいけないじゃん、気を張ってて強くいなきゃいけないみたいなマインドでいるから、家だとちょっとメンヘラを起こすみたいな、そういう感じなのかなと思って。どうですか、もし格闘家の奥さんが見てたら教えてください。見てないと思うけど、まあでも結局仲直りして、まあね、またね、試合が決まるかもしれないから、まあ、試合に向けてね、一緒に頑張っていこうっていう風に前向きには考え直してはいるんだけど、なんかなってかさ、残り物出しちゃいけないとかやばくない？でさ、昨日ご飯を作っといたわけ、したら帰って、まあ遅くて、ご飯食べないのみたいな感じで聞いたら、あ、今ご飯食べに来てんだよねって言われて、それにもちょっとイラッとしたんだけど、残り物を出すなって言うから、じゃあまた作るわけじゃん。でもその一食分を食べないと残り物じゃん、こっちも腹いっぱいだから、自分の分を食ってるし、でこれ出せないっていう問題なんですよ。でまたこれをたっちゃんに出してもあれだし、結局残飯処理じゃん、こっちが。なんかそういうのもさ、思うんですよ。っていう主婦の愚痴ですね、今日は。っていう話でした。まあもし旦那がね、試合決まったりとかしたら、また応援してあげてください。今はちゃんと仲直りして仲がいいのでご安心ください。そして、その収益が入ったから、それも今度また話そうと思います。では、さよなら。